僕たちが平和を望んでいることを世界が知れば、何かが変わるかもしれない。もう少し時間があればな。俺の寿命は5年とあと少ししかねえ。そろそろ決めなきゃいけない。俺の巨人の継承者を。私が引き継ぐ。お前じゃダメだろ。アッカーマン家が何なのかまだ分かってねえんだ。何よりヒーズルといろいろやってごってやつが巨人になってどうする。お前じゃダメな理由は多すぎんだよ。じゃあ他に誰が。俺だ。まず俺はエレンよりはるかに頭がいい。土地狂って死に急ぐようなこともなく、いついかなる状況でも優れた判断力を発揮できる稀有な存在。それが俺だ。お前のお下がりは気に入らねえが、実際俺以上の人材がいるか。そんなすげえやつを13年でミスミス死なすわけにいかねえだろ、アホか。ああ、お前は兵団の指導者とか目指せよ。エレンの巨人は俺が継ぐからな。それがいいだろエレン。コニー、よくないですよ。あなたはバカなんですよ。ええじゃなくて、バカにそんな重要なこと任せられるわけないじゃないですか。え、よだきな。もう私が継ぎますよ。実戦経験もあって信頼できるのも私たちくらいなら、消去法で私しかいないじゃないですか。お前らセレレンよ。セレレンじゃけどね。いや、それはおかしいだろ。え、いや、だからバカには任せられないってお前が言ったんだろ。ん、お前は俺よりもバカなんだから、お前言ってることが矛盾してるんだぞ。え、俺はお前らに継承させるつもりはない。なんでだ。お前らが大事だからだ。他の誰よりも。だから長生きしてほしい。この空気をよ。すまん。じゃん、夕日のせいだよ。みんな赤くなってるからさ。そうか、夕日なら仕方ねえよ。